指示撮影です。筑波大学出身というか所属です。と今回福岡の大会は1回戦で敗退してしまったんですけど、まあ、内容的にはすごい良かったので、はい、まあ、満足は、まあ、悔しいですけど、まあ、満足しています。で次の大会は久留米なので、久留米ではそうですね、最低ベスト4には入りたいと思っています。で今後の近い目標は、まあ、ランキングが、まあ、どんどん上がって、グランドスラムの予選に出れることがまず目標なので、まあ、それを目指して頑張りたいと思います。ありがとうございます。